日常演舞自分なりにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。業務スーパーのチョコレートケーキコーヒークリーム入りとスイスロールケーキを食べたいと思います。また大ボリュームで美味しそうなケーキですね。こっちは多分以前食べたマーブルチョコケーキの変形型かな。ちょっと開けてみますね。おや、ちょっと、あれ、違ったなぁ。こう、前のマーブルチョコケーキは、こんな、ドーンと入って。では、こちらのスイスロールケーキは、はい、中身出しました。こんな感じになってる。これ、見た目そんなにチョコレート、あるようには見えないパッケージなんですけど、中身は結構チョコレート見えてますね。バリエーションがいろいろあるということなのか、それとも、ま、とりあえず食べてみればわかりますよね。それでは、いただきます。ザクザククランチは美味しいんですし、ケーキ生地も濃厚なんですけど、ちょっとこれはな部分もありますね。これチャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはこちらのチョコケーキ食べていきたいと思います。どうなっていくのかな。なんかこれもこの白い紙いるかっていうような感じになってます。ではいただきます。控えめな甘さがそれを堪能させてくれますね。でもちょっと黒い部分もあるかなっていうのもあったのが残念です。それのスイスロールケーキもチョコレートケーキもどちらも甘さ控えめで苦味も強い大人向けのチョコレートスイーツといった感じです。で、こちらのロールケーキの方は外側のクランチのザクザク食感などもあったんですが、中のクリームが濃厚系でちょっとくどいかなっていう部分がありました。外側もパリパリしているんですが、もういいのですが、全部がチョコレートなのでちょっとチョコレートがくどい感じがあったのが、そこが残念でしたね。チョコレートは好きなのでいいのですが、もうちょっと味に変化があった方が良かったかなっていう部分もありましたので、このロールケーキはこちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのコーヒークリームケーキはどっちかというとコーヒーの苦味が強くて、チョコレートはパキッとした食感を味わうような感じで、こちらも大人向けなので甘さは控えめです。紅茶とかと合わせて飲むといいかもしれませんね。小分けもできるので、なっている、小分けになっているので、分けて食べることもできますし、こちらの方が、あっさりと楽しめる分にはいいかもしれないですね。というわけで、こちらを、こちらの点数とさせていただきます。業務スーパーの大人向けケーキ2種類、美味しくいただきました。こういうのがどんどん出てくるかな。一体どこから出ること、なんてくるんだろう。それでは、青唐辛子ダンスするのよ口がふくみ、あーってなっちゃってるんでしょうねきっと。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。